皆さんこんにちは、瀬田からです。ちょっと遅めの夏休みということで久しぶり、約ね5年ぶりにタイに行ってきました。ガイドブックには載っていないところを歩き回る瀬田からの歩き方、皆さんが楽しみにしてくださっている DIY 動画ではないのですが、お時間があるときに見ていただけたら嬉しいです。それでは瀬田からの歩き方、タイバンコク編始まります。タイバンコク4日目、最終日、ムエタイまでの道のり、キックボクシング修行、ヨッカオでお買い物、夜市までの道のり。皆さんこんにちは、瀬田からです。タイバンコク4日目、最終日です。最終日の今日は丸1日フリータイム、2日目3日目はね仕事もしていたので、丸1日自由気ままに旅を楽しみたいと思います。今向かっているのはクイーンシリキッドセンター駅です。触ってイングリッシュで、これかクイーン、あ、そうだ、あれこれって2枚買えないんだっけ。ここはなんかね2って押し方がわからないから、とりあえず1回打つぞ。21バーズ。タイに来た目的の一つ、ムエタイのジムでトレーニングをしていきたいと思います。未経験者でもね受け入れてくれるジムもあります。とてもねいい経験になると思いますので、旅の目的の一つにとてもおすすめです。やり取りをしながら向かっています。11時からのトレーニングの予約というかね希望を伝えている状態で、とりあえずね今向かっています。11時予約取れませんでした。でも13時予約取れました。とりあえずそれまでの2時間、どうするのかカフェで作戦会議をします。今いるクイーンシリキッドセンター駅周辺は何もないので、隣の駅麻生区に行きます。麻生区の駅前にターミナル21というショッピングモールがあるので、そこに向かいたいと思います。ターミナル21は空港のターミナルをイメージしたショッピングモールで、いろいろとね内装とか空間演出とか、こだわっているショッピングモールです。中に入っているテナントも小さい店舗がたくさん入っているので、なかなかね見応えがあります。価格帯も安めなので、お土産に変わり種の T シャツもおすすめです。地下にあるフードコートもおすすめです。僕らはねこの後トレーニングがあるので、軽めに食べてきました。この先？ここじゃない？こんな感じだったっけ？こんな感じか。あんな派手だったっけ？あったあった。まだ開いてない。ここで着替えるらしいです。
大丈夫？いや、暑いから疲れてる？疲れるよね。
シンプル、なんか光沢がある。うん。でもかっこよくない？こっちはちっちゃい。ちっちゃいかな。うん、ちっちゃいか。こっちの方がいいのかな。うん。こっちの方。ちょっとそうだね。なんかちっちゃい。動かしたらちょっとちっちゃいかもしれない。うん、買っちゃうか。買っちゃうか。もうさ、そうするとさ、もう誰も欲しくなっちゃう。勢いで。セットで？セットで。嘘でしょ。5万ぐらいする。旅の最大の思い出として、だからこの黄色もさ結構可愛くない？ゴリゴリゴリきてる。いいじゃん。ジムの横にヨッカオのショップがあります。まあヨッカオはデザインそして質も高いムエタイショップです。なのでお値段も普通にお高いんです。高級ブランド。まあ自分へのご褒美に奥さんはいろいろと選んでいます。まあグローブは僕が昨日買ってきたグローブの約3倍します。高級ブランドを買ってしまった。ゴリラ。キャワ。キャワ。今椎名カリン鉄道市場に向かっています。電車で近くまで行きタクシーを拾っていこうと思っています。歩いていけない距離なんです。でさっきまでスコール、もう土砂降りの雨が降っていました。道路は大渋滞、タクシーも捕まらず、まあ、さっきまでムエタイのトレーニングをがっつりやっていたのでかなり疲れています。20分以上タクシーを探しているのですが、もうさすがにね辛くなってきたので今回は諦めることにしました。雨もね降っているし疲れているし、まあ、ここまでの道すらが、まあ、屋台が出ているところを見つけたので、まあ、そこで夕飯を買って、まあ、帰ってねホテルで食べることにしました。どこだっけ、まあ、ちょっと撮ってみようか。ここはなんだろう、雨横みたいな感じがする。これもなんか美味しそうだね。40バースト、50バースト。なんか美味しそう。ここ美味しそう。あ、美味しそう。オムレツかな。ね。美味しそう。結局一緒じゃん。50。いろいろと買ったのでホテルに戻って食べたいと思います。明日は日本に戻ります。いやあっという間でしたね。楽しかったな。まだ行きたいと思っていたところもう全然行けなかったので、またタイに戻ってきたいと思います。もう5年ぶりだったので、まあ、懐かしさもあり様変わりしている街並みもあり、でもね相変わらずご飯は美味しいです。この4泊5日の時間を作るためにもう休みなしで働き、まあ、タイに来てもフルで楽しんだのでもうねヘロヘロです。でもまたタイに戻ってきます。来年かな。雨季の時期はずらしたいよね。In the streets, in the cities, I'm fine.